はい、こんにちは、レトスドームです。今回なんですけども、時効の利益はあらかじめ放棄することはできないというルールについて解説させていただきます。で、実際このルールを丸暗記している方多いと思います。ただ、法試験の時に丸暗記している内容って忘れやすいんですよね。まあ、通常、自宅とかね、図書館とか、まあ、日頃あなたが勉強しているところで、問題を解くにあたっては、そんなに忘れないんですけども、本試験になると、まあ、緊張するんですよね。で、緊張するがゆえに、これまで覚えてきた内容、そういったものが全部飛んじゃうって、頭が真っ白になっちゃうってことが、起こりうるんですよ。だからそうなった時でもちゃんと理解をしていれば答えを導けるから、理解をしておきましょうっていうところですね。だから今回は、ルールが頭から飛んでしまった、頭が真っ白になったとしても、実際問題文から答えを導くための理解の仕方について解説させていただきます。まず、時効の利益って何なのかっていうところですね。時効の利益っていうのは、債務者にとって債務が消滅するっていう利益なんですね。例えば、私があなたに100万円を貸しました。私は債権者で、あなたは債務者です。あなたは債務者だから100万円を返す義務があるわけですね。100万円を返す債務があるわけです。で、あなたの債務っていうのは、私が例えば請求とかね、裁判で請求するとか、そういったことをせずに一定期間放っておくと、債務が消滅するっていう利益があるんですね。いわゆる、まあ、消滅事項のところで勉強したことですよね。これが時効の利益なんですよ。つまり、一定期間経過することによって債務者であるあなたの債務が消滅する、これが時効の利益なんですね。で、この時効の利益っていうのは、あらかじめ放棄することってできないんですよ。これどういうことかというと、先ほどの事例で言うと、私とあなたの間で貸金の契約をしています。で、この契約した時に、もう事前に特約で、債務者であるあなたは時効の利益を放棄します。時効期間が満了しても時効援用することができません。このような特約をしたとしても、これは無効になるんですね。これが時効の利益はあらかじめ放棄することができないっていう意味なんです。で、これなぜかというと、大きく分けて2つの理由があります。まあ、これは関連づいてるんですけれども、まず1つ目が、時効制度の趣旨に反するってことなんですね。そもそも債権っていうのは、私があなたに対して何かしらを請求できる権利のことを言いますよね。今の話で言ったら100万円請求できる権利があると。その権利をずっと行使していないのであれば、そんなその債権あってもなくても同じじゃないですか。だから、もう一定期間経過したのであれば、何もね、請求とかもせずに経過したのであれば、もうその債権なくしてもいいでしょう。まあ、裏を返せば債務もなくしてもいいでしょうっていうのが時効の趣旨なんですよね。で、これをあらかじめ放棄するってことは、時効制度っていう制度があるにもかかわらず、その制度が意味をなさなくなるわけですよ。時効制度があっても、この制度使われなくなっちゃいますよね。だから、あらかじめ放棄することはできないっていうふうにしてます。で、もう一つ関連づいているのは、債権者が強い立場を使って放棄を強制させる、これをやらせないようにするためなんですね。お金を貸している私とお金を借りているあなたの立場で言うと、貸している側の方が、まあ、一般的にはやっぱり強い立場にあるわけですよね。で、そうすると、貸してあげるから時効の利益をもう放棄してくださいよと、初めから。つまり、時効期間が満了したとしても時効を援用して債権債務消滅させる、こんなことやらないでくださいねと、強制的にそのような契約にさせることもできるわけですよね。まあ、もちろん契約だからお互いの合意は必要ですよ。お互いの合意必要ですけども、借りる側としてはその合意しなかったら借りれないわけだから、あ、分かりましたってなるわけですよ。分かりました、自己利益放棄させていただきますっていうふうになるわけじゃないですか。そうなってくると、先ほどの内容と関連してくるけども、時効制度の趣旨に反してきますよね。なので、時効利益っていうのはあらかじめ放棄することはできないっていうことなんですよ。で、この二つをちょっとまとめるとですね、結局のところ言うと、時効っていうのは、債務者の将来の権利なんですよね。もちろん、借りた時っていうのは、時効の利益っていうのはありませんけれども、時効期間が満了する将来ですよね。将来はその権利があるわけですよ。時効利益をもらう権利があるわけですよね。これを強制的に奪うと、これはダメでしょっていうことなんですね。だから、時効利益はあらかじめ放棄することはできないってなっております。じゃあ、時効完成後はどうなのと。つまり、時効期間が満了した後はどうなのかというと、時効期間が満了した後っていうのは、債務者であるあなたっていうのは、もうすでに時効利益をもう持ってるわけですよね。つまり、時効を援用することによって、債権債務を消滅させることができます。
もうそういった権利あります。それをあなたの意思に基づいて、いや、借りたわけだから、自己利益放棄します。というのであれば、これは OK です。これは一方的に私が奪ってるってわけじゃないですよね。あなたの意思に基づいて、自己の利益を放棄しているわけだから、これは OK なんですよ。つまり、自己完成前に、自己の利益を放棄することって、これはできないけれども、自己が完成した後っていうのは、あなた自身の意思に基づいて、あなた自身の判断で放棄することはできますよ。っていうことなんですね。この二つはちゃんと対比して覚えておきましょう。ちゃんと先ほど言った理由が分かれば、これは別に覚える必要もないです。実際問題文読んでいただいて、ああ、こういう状況だから、あ、この場合は自己利益放棄できないよねと。ああ、この場合だったら自己利益放棄できるよねって答え導けるようになりますので、ちゃんと理解をしながら学習していただければと思います。で、弊社レトスでは、このように理解をしながら学習するということを行っております。理解ができれば、宅建合格もそれほど難しくありません。理解ができていないから何年も落ち続けちゃうんですね。なんで1回で合格したいっていう方は、ぜひ個別指導をご検討いただければと思います。個別指導については、左上の動画、こちらに概要の動画貼っておきますので、ぜひご覧ください。で、まだチャンネル登録していない方は、こちらのボタンからチャンネル登録していただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。あなたの自己を個別指導でお待ちしております。レトスのおでした。